こんにちは、VUJ です。今回ですね、お手軽に、八王子城跡のね、八王子城山、標高446メートルのね、山に登って、無線をします。今日ね、非常にいいお天気ですね。今のところ気温は低くてね、歩きやすいですね。さあね、お昼ぐらいはやっぱりそこそこ暖かくなりそうです。ここはね、振動と旧道の分岐ですね。はい、今日は振動の方から行きます。紅葉が綺麗ですね。金子丸ですね。7合目ですね。日曜日ですけど、さすがにこの時間はあんまりハイカーの方いらっしゃらないですね。八王子神社まであと400ですね。滑落事故あり、通行はご遠慮ください。高まるこの先危険。前ちょっとこの先行ってみたんですけどね、どこに高まるがあるか分からなかったですね。途中で引き返しました。かなりの急坂です。もう9合目ですね。7合目と9合目の標識以外は見てないですね。違う。眺望開けました。ここがね、一番眺望いいとこですね。登山道上なんですけど、眺望いいんですけど、やっぱり昨日もね、お天気良くて気温が高かったんで、霞んでね、遠くまでは見えないですね。でもね、抜群の眺望です。一応ここに頂上の標識がありますよね。はい、ピークはまだ上です。東屋があります。本丸周辺の車維持で説明ありますね。はい、ちょっと上がったところにも、ね、八王子神社があります。はい、八王子神社に到着です。はい、本丸というかね、山頂はまだ上なんで山頂に向かいます。はい、本丸ではね、この急な階段から登ります。
い、着きました。もうすぐですね。はい、八王子城のね、本丸跡、はい、八王子城の山頂です。標高446メートルです。はい、山頂はこんな感じで、まあ広くはないし、樹林に囲まれてね、眺望がないんで、はい、まあここで無線をやるのはいいんですけど、まあ、日が当たらなくてね、寒いし眺望もないんで、このね、山頂からちょっと下ったところにある、眺望のいいねベンチがあるところで運用します。ただ今日天気いいんでね、ハイカーの方たくさん来るかもしれないんで、状況によってはねちょっと撤収してね、こっちの上でやるかもしれませんが、とりあえず眺望のいい、下の方でやります。あ、紅葉すごいですね、これ綺麗ですね、真っ赤ですね、素晴らしい。はい、八王子神社のねすぐ横に眺望のいい場所があります。無線をやる方もね、大体ここでやってますね。はい、着きました。はい、ここでね無線の準備をしたいと思います。はい、準備できました。今日はね1200メインでやります。なんで、重たくてかさばるね IC705 は持ってきてません。はい、今日は1200ね、ナテックの QL ヤギ、はい、リトク 15DBI のね、ちょっと切れすぎるんですけど指向性が、はい、このアンテナで、はい、DJG7 ですね。はい、これでやります。はい、今日はね筆箱を忘れたんで、はい、緊急用のエマージェンシー用のボールペン1本しかないですね。はい、これでやってみたいと思います。シガスをお借りいたします。ハロー CQ1200、 ハロー CQ1200、 こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、 JE1VUJ ポータブル1、移動地は東京都八王子市、八王子城山です。ご入関係ございましたらコールください。こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ジュリエットシアラー1ユニフォームゴルフゴルフ。はい、ジュリエットシアラー1ユニフォームゴルフゴルフですね。はい、コールありがとうございます。こちら JE1VUJ ポータブル1、移動地は東京都八王子市、八王子城跡のね八王子城山です。レポート次回お送りしますね。おはようございます、どうぞ。はい、JE1VUJ ポータブル1 TS1UGC です、おはようございます。川崎レポート51ですね、高1です。船長は大変クリアに届いてます。はい、A51 ね、ありがとうございます。こちらからね、5555ですね、55。はい、今日ね、QL のヤギなんですけどね、はい、ちょっと動かしたんですけどね、一番ね、元々ね、向いてた方が一番良さそうだったんでね、はい、今ね、そっちね、元の場所にね、ヤギ向けてやってます。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。73。次だもー。7マイク、3。どうぞ。レポート次回お送りしますね。おはようございます。どうぞ。横浜市になります。横浜市鶴見区。横浜市鶴見区に5959で来てます。59プラスですね。非常に来てます。こちらも5959、ね、プラスで、ね、フルスケールで来てましたね。はい、山頂あったかいですね。山頂っていうかね、このベンチあるとこね。はい、今ね、まだ誰もいません。八王子に、ね、城跡のね、バス停から登ってきたんですけどね、ツアーの団体さんいたんでね、後で来るかもしれないですけどね、まだね、誰もいなくてね、はい、快適になってます。あんまり人来すぎたらね、ちょっと撤収してね、場所を変えようかなと思ってました。はい、これありがとうございました。ジュリエットゴルフワン。千葉県市原市固定のリポート59です。5959。
そんなところです。お勝利もいいようですね。こちらもね、ベリーファインです。今13度になってます。こちらも5のですね、合計プラスでね、はい、フルスケールで来てますね。はい、今日ね、はい、風も出なくてあったかいですね。はい、ポカポカとね、あったかい感じでやってますね。はい、今日ね、久しぶりにね、1200年メインでね、やってます。はい。いつもなんかね、モイルホイップとかでね、ちょろっとだけ1200やるんです。今日はね、キュエレのね、ヤギアンテナ持ってきてね、はい、レッサーキングつけてね、やってました。はい、こちらからね、5151、51どうぞ。おはようございます。こちらから5959、59で、東村山です。先日、10メーターの、FT8 でね、おつなぎいただいてます。その時YouTube 撮られてたみたいで、YouTube のコメントさせていただいたんですけれどもね、今回初めてになります。了解です。ありがとうございますね。そうですね。10メーターね、でね、FT8 でおつなぎいただきましてね、はい、YouTube コメントいただきましたね。はい、ありがとうございました。はい、今日もね、ちょっとね、YouTube 撮影してますのでね、使わせていただければなと思ってますね。どうもおはようございます。大変強烈です。5959で入っております。59で群馬県前橋市に入っております。こちらからね、5656お送りしますね。まあね、ちょっと DJG7 のあんまりね、そうで良くないんでね、あれですけどね。はい、東京方面ね、はい、向けてますね。今、アンテナね、最初の横浜も方面向けてたんですけどね、はい、東京方面のね、局がいたんで、そっちに向けた固定してますけどね。はい、こちらから5656ですね。こちらからレポートで、ね、5252お送りしますね。ちょっとアンテナの向きがちょっとあんまよろしくないか知らないですけどね。ちょっと今日ヤギアンテナなんでね、はい、ちょっと向ければね、もうちょっと良くなるかもしれないですけどね。はい、こちらから、ね、5252お送りしますね。はい、いつもありがとうございます。こちらは9時に同じ国土地域の山の、はい、アンテナの方を、ね、どこ向けたらいいかな、はい、今のところ領空移動55で入っています。ちょっとね、八王子城山ね、標高低いんでね、はい、446m なんですけど、ね、今420m ぐらいとかやってますね。こちらからね、ちょっと今調整してね、レポート5353、53になりましたね。そちらちょっと上がりましたかね、わかんないですけどね。はい。いつもありがとうございますね。はい。はい、レポートです。了解の方、メスです。59ですね。59になりました。ジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1。おはようございます。いつもありがとうございます。こちらから57、57をお送りいたします。大山山頂 JCC115 操作 K00 を送りしております。今日はね、はい、こちらね、お天気ね、非常に良くて暖かいです。こちらもね、お天気いいんじゃないかなと思いますけどね。はい、移動ご苦労様です。こちらから5555、55です。こちらは天気いいということで、こちらもね、晴れそうなんですけど、ちょっとまだね、この辺り、雲というか、霧がね、滞留してて、来る途中は富士山がね、綺麗に見えたんですけども、もうそのうちここもね、見えるようになるんじゃないかなと思って、楽しみにしております。本当にね、いつもありがとうございます。YouTube の方もね、参考にさせていただいております。また今後ともよろしくお願いいたします。栃木から受信します。ジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1。はい、了解です。ジュリエットエコー1ユニフォームがビクターユニフォームジュリエットポータブル1、01ポータブル1です。はい、さあ、おはようございます。はい、あれ YouTube で有名な方ですかね。おはようございます。佐々木です。ということで、5656をお送りしますね。はい、YouTube で見ていただいて、るんでありがとうございますね。なんか結構ね、軽装していただいてますね。はい、いつもね、移動ご苦労様です。同じ放送ことを60を入会しております。今日は栃木市にあります大白さんですね。太い階段の上で大白さんという放送です。太いですね。台じゃないみたいです。ここは。正式にはですね。はい、カードある命令ご交換ください。またお願いしますね。73。はい、カードジャルビューでお送りします。どうぞ。ありがとうございます。また声かけてください。失礼します。はい、73、失礼します。ありがとうございました。他いらっしゃいますか。
パンパンパン。もちろんない。はい、だいぶにぎわってきたので撤収しました。トイレに寄ってからね、山歩き続けます。はい、富士見台方面にね向かってみます。まあ富士見台に行ってもこのもやじゃ富士山は多分見えないですけどね。はい、富士見台経由で高尾駅まで歩きたいですね。ここに、ね、井戸があります。この水ね使えるらしいですね。飲めるようですけどね、気になる人は煮沸して飲んだ方がいいですね。水出ます。八王子城もね結構標高低いですけど、1200は結構たくさん持ったりね、係数できましたね。トータルで14分かな。430が1曲なんで、多分1200はね13曲係数できました。細かいアップダウンはありますけど、歩きやすい道ですね。八王子城天守閣跡、はい、富士見台着きました。ありますね。まあ多分巻き道なんで登ってみます。はい、ピークですね。熊笹山530m、八王子城山よりだいぶ登りましたね。東京350って何でしょうね。分岐ですね。標識がないですが、なんかよくわからないけど、とりあえずねこのルート進んでみます。どこに出るんでしょう。おっと、ロープが出てきましたね。急な下りでデンジャーですね。あんまり流れてないですけど沢が出てきました。あ、車が通れそうな林道みたいな道に出ましたね。城山林道、ここでも駐車スペースですね。ここで駐車して登る人はいなさそうですけどね。分岐になりましたね。あ、御所で入り口、終電後ですね。
遠いのかな。そんなでもないですね。ちょっと登ってみましょうかね、せっかくなんで。お、広々としてますね。御朱印跡ですね。解消。塀跡ですね。門から出てみましょうか。うわ、階段の段差が大きい。戻ってきました。はい、ありがとうございました。